皆様ようこそお越しくださいました善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのはバンダイさんから発売されておりますプレミアムバンダイ限定勇者王ガオガイガーファイナルガオガイ号になります。私のチャンネルでも過去にあのガオガイガーの、まあ、メインとなるガオマシンの、ミニプラそれぞれご紹介させていただいたことがあるんですけれども、ガオガイガー、ガオファイガー、そしてジェネシックガオガイガーで、今回のガオガイガーが、まあ、スタッフさんのブログによりますと、とりあえずこの勇者王ガオガイガーのミニプラシリーズの中では、まあ、これが一定の完結というか、まあ、一区切りというふうになっているみたいです。まあ、今回のこのガオガイ号なんですけども、これまでのガオガイガーシリーズと違って、まあ、プレミアムバンダイ限定ということになります。まあ、メインとなるマシン、ガオマシンなので、一般流通でも良かったのになーっていうふうにやっぱ思わなくはないんですけども、まあ、その辺は仕方がないですね。で、早速パッケージですけれども、正面、上側がこんな感じ。やっぱかっこいいですね、ガオガイ号。やっぱ特徴的なのはこの胸元の巨大戦艦の環境のようなデザインが最高です。で、パッケージこんな感じで。まあ、大きさ的にはマスターグレードのガンプラぐらいの大きさですかね。で、持った感じもかなり重いです。で、正面は改めてこんな感じ で手前にこちら、これ多分完成品の CG かなっていう気がするんですよね。アニメのイラストではないと思います。で、側面がこんな感じでガオガイ号の勇姿、そして後ろ側はこんな感じで、ここに内容が書かれております。セット内容はガイ号、ステルスガオー2、ライナーガオー2、ドリルガオー2、ガトリングドライバーということで、まあ、このライナーガオーとか、ドリルガオー、まあ、この状態のものは多分ガオファイガーの時に入ってたものと同じで、これもプレ版限定だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけども、ステルスガオー2も過去にあったものの再録だと思います。で、ガイ号が、まあ、今回完全新規ということになると思います。で、今回のキットは、対象年齢が15歳以上ということになってます。で、反対の側面にはこちら、合体する前の4機のガオマシン、それぞれの、まあ、これも完成品の CG ですかね、になってます。では、早速中身なんですけども、私自身プレ版限定の商品買うの初めてだったんで、先ほどチラッと開けてみてびっくりしたんですけども、普通の食玩だったら1番から4番とかバラになってるんですけども、これ、全部が1箱に入ってるんですよね。かなりのボリュームです。では、まあ、ランナー数も非常に多いので、ささっといきたいと思います。まずはこちら、紙類。なんかチラシが入ってて、でちゃんと食玩だからガム入ってるんですよね。これ重要ですね。で、取説類何枚か入ってますんで、多分それぞれの作り方と、まあ、合体方法とかの紙だと思います。で、こちらまた一袋目といっても、まあ、真ん中でつながってますので実際2袋分ですかね。2袋目、3袋目、4袋目、5袋目、6袋目、7袋目、そして最後8袋目。かなりランナーパーツが多かったので、ちょっと机の上に全部広げてみました。左手の方にこんな感じで、こちらからずらーっと、結構な量ですよね。各ラインナップごとに小箱に入ってないだけで、分量としてはやはり過去のガオガイガーとかガオファイガーぐらいはありますね。さすがにあのジェネシックガオガイガーほどは多くはないんですけども、これはこれでかなりの作り応えがありそうです。では早速、ガオガイ号を作って、まずは完成品の状態ご覧いただきたいと思います。
完成品の状態ご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介していきます。でキットの紹介と合わせて変形合体の方もやっていこうと思ってますので、まずは変形合体に直接使用しない交換パーツだったり付属品の方をご紹介していきたいと思います。ではまず手前の方から、こちらが外号の頭部ですね。今本体についているのは変形合体の小さい頭部で、これはちょっと見た目重視用の大きめの頭部になっております。目のところとか、額のジーストのところは塗装済みのものになっております。でこちらが交換用の手首パーツ、握り手のみなんですけれども、今これも、ステレスガオの中に、ついている手首は変形用の小さいもの、これは見栄え重視用の、一回り大きい手首左右一対になります。そしてこちらが、まあ、言わずもがな、ヘル&ヘブン用の握り手ですね。でこちらが、ヘル&ヘブンの時に、キットだけの状態だと腕が前までは届かないので、肩のところに差し込む腕延長用のパーツ左右一対で、こちらが軸になります。今回は合体した時に非常に背中側の重さが重くなると、で、どうしても後ろに倒れがちなので、これは合体した時にステルス側にくっつけて、後ろに倒れないようにするための支柱になります。ここのピンのところでステルス側に固定して、ここの部分で軸の角度が変えられます。根元もボールジョイントなので、こう自由に角度を変えることができるものになります。そしてこちらがガトリングドライバー。まあ、過去の、ディバイディングドライバーと同じように、ここの、ちょっと名前わかんないですかね、パン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 でつくところは、パーツそのものはクリアパーツなんですけども、土台にゴールドメタリックのシールを貼ることによって、原作さながらのこの光沢感を出しています。で、こちらの先端の方も三つまた、それぞれ独立して、開閉することができます。で、こちらがステルスガオーのウルテクエンジンの先端部分の、まあ、差し替え交換用のパーツになります。まあ、今は個人的に好みなので、あの緑のクリアパーツ使ってますけども、あれにするかこういった黒いものにするか選択することができます。変形合体に使用しない付属品であったり交換パーツは以上になります。今こちら残っている3つのものは合体時に使う補助パーツになりますので、まあ、それぞれ使うところでご紹介したいと思います。では改めまして各マシンの方を紹介していきたいと思います。まずはこちら。外号のアクセプトモード。もうこの何とも言えないこのいい味を出した不格好さがたまらんもんがありますよね。外号に限ったことではないんですけど、全体的にシールは非常に少なかったですね。で、この外号については、この背中のこのピンク色のところ2箇所がシールで、それ以外のところは全て部分塗装、もしくはパーツの色分けによって再現されております。で、可動範囲なんですけども、腕とかまあ足とかはまあグリグリ動きます。こんな感じですね。腕も動きますし、この先っちょの爪も開閉します。で、背後の羽、これも、こうやって畳むことができます。ただ、まあ、他のガオーマシンと違って、やはり今回、核となるマシンのせいもあってなのかもしれないんですけれども、この外号が、まあ、作るの一番大変でしたね。まあ、パーツの数が多いってのもあるんですけども、いかんせんその可動のパーツ、すべてがもう、とにかく硬いんですよね。で、まあ、その硬さでいいのかどうかわからないので、ちょっともげたりするのが心配だったので、この、まあ、今この状態でいうところの肩とか、あとこの足ですね。特にこの足については、ちょっとこちらからご覧いただいた方がわかりやすいと思うんですけども、単に刺さっただけじゃなくて、2つのヒンジに L 字のパーツ、さらにここの足自体も L 字のパーツという風で、かなり複数のパーツで組み合わさっています。で、これ一個一個が結構硬かったので、どこか一個だけ硬いままだと、本当こうやって動かした時にもげそうで怖かったので、この辺はかなり軸を削ったり、穴を削ったりして調整しました。ではこちらもこの状態からアクティブモードで変形させていきたいと思います。説明書の手順に沿ってやりますけども、まあ原作と違ったり、途中で私の好きな方法とか入ってしまいますけども、その点はあらかじめご了承ください。まず最初にこの頭部を押し込んで下から、外部アクティブモードの頭部を出します。上を押しますと下から、このように。アクティブモードの頭部が出ます。そうしましたら、このつま先になる部分ですね、を揃えて、左右に展開して、これでつま先状にします。反対側も同様にしますと、こんな感じですね。そうしましたら、ここの肩の付け根の部分で左右を上に上げます。で、ここの部分に凸、ここに O、穴があるので、ここを合わせるように、上に上げて、左右で、接続で足をまっすぐ伸ばす、で上下反転させまして、
この腕を下に下ろすんですけども、この奥のここの軸を使って下に下ろします。ちょっと他の軸が動いてしまうんでやりにくいんですけれども、よいしょ、下ろすとこんな感じになります。ちょうどこことここが、まあ、一直線っぽくなる感じですね。反対側も下ろすとこんな感じになります。そうしましたら今度はこの足全体を今度はここの軸で180度向きを変えます。こんな感じですね。反対側も同様に180度回します。そうしましたら今度はつま先の部分というか、まあこの爪の部分をまっすぐ伸ばしつつ、この真ん中の爪を揃えて、でここの軸で腕を今度上側に90度回します。こんな感じですね。そしたら爪を畳んで、最後にここの中の軸を使って腕を下に下ろします。こんな感じ。反対側も同様にするとこんな感じ。これでアクティブモードへの変形完了になります。まあ、ちょっとバランス細かいところはまだ調整してないですけども、だいたいこんな感じで、まあ、今までのガイガーとかに比べるとかなりこう厚みがあったりとか、腕とか足回りも太くて非常にマッシブな感じがあるんですけども、なんかこれはこれで非常にこのヘビー級な感じがして、パワー型の印象もあって、スラッとしたガイガーよりもこっちの方が個人的には結構好みだったりします。で、先ほどのあの手だったところ、このつま先とかかかとになる部分ですけど、これ軸で角度こうやって変えることができるものですから、まあさながら足首の可動のように大きく足を開いてもつま先の部分とかかかとの部分角度を変えることによってぴったり地面に設置して立つことができます。ではこのまま、合体準備状態の方にしていきたいと思います。まずはつま先、先にこの足の部分、太ももを縮めておきます。こんな感じで反対側も同様に縮めるとこんな感じ。まあこれもこれで可愛いですけどね。そしたらこのつま先の部分の形を整えて、このように揃えておきます。で揃えた後で、先ほどご紹介しなかったこのパーツですね、これが合体の補助パーツになりますので、これをここの部分にはめます。こちら側からはめて、反対側から見るとこのように枠の中にきっちりつま先が収まる感じになります。反対側も同様にしますとこんな感じになります。まあ、これは合体の補助パーツであると同時に、このつま先がきちんと揃えて、合体の時よりぴったりと綺麗にはまるので、このパーツの存在実は地味に嬉しかったりします。じゃあ次にまして上半身、腕の方に参りまして、まず爪を下に下ろして、で再びここの軸で、これを手前側に、この部分がですね手前に来るように90度回転させます。こんな感じですね。肉抜きながら手前に見える感じにします。反対側も同様にしますとこんな感じになります。そうしたらこの腕を上に上げるんですけれども、今度上げる時にはこの、真ん中のヒンジを使って上に上げていきます。まずここを上げて、この部分を上に上げます。で上げた後にこの側面から見た時に、ここの部分にライナーガオが入りますので、違う軸を使っているとこう塞がってますので、まあ、ちゃんとここ空いてるようになるように軸を使って上げておきます。反対側も移動に上げますとこんな感じになります。そして背面に、先ほどまたこの残ってたこのパーツ、これがステルスガオを背中に設置させるためのジョイントパーツになりますので、この穴のところにこれをはめておきます。で最後にこの首丸の襟のような部分、上半分を持ち上げて背面に倒しておきます。これでガイガーの合体準備状態の完了になりますので、一旦これはこのまま置いておきます。続きましてステルスガオ2がこちらになります。で造形が過去のステルスガオと一緒かと思ったんですけども、まあ、このコクピット部分が全然違いますし、確かスタッフさんのブログにも、まあ、ここが違うせいもあって、このメインの部分は新規ですね書かれてました。で、ちなみにこのクリアパーツを使いますと中の、造形まで見ることができます。で、さらにこれ、簡単に刺さってるだけなので、これ簡単に取ることができます。こんな感じで。反対側も取れますし、中まで塗装とか、色分けのパーツがあるもんですから、まあ、取った状態で飾ったり遊んだりすることもできます。まあ、今回この戻しておきますけれども。ではこちらも合体準備状態のをしていきます。まずは裏返して、
腕になるパーツ、これ外しておきます。そしてこの頭部パーツなんですけども、まあ、これはガオガイガーの時はこのままこの軸を使えたんですけども、今回こんなのじゃ届きませんので、頭部はここから外しておきます。で軸は戻して、でこの左右についてるこのライオンのたてがみというか、この部分も今回使いませんので、このままでいいかと思いきや、これ取り外しておきます。でこれは使いません、左右ともにですね。でこれは一旦このまま置いておきます。でこの腕のパーツですね、これも、この両側についているつまみを押し上げると手首パーツが出てきますので、押し上げて手首を出して、でこの蓋の部分は使いませんので外しておきます。反対側も同様に、こんな感じですね。で今ついているのは変形用のちょっと小さな手首になってます。でこれでステルスガオの合体事務状態の完了になります。続きましてライナーガオがこちら、これこそ過去のガオファイガの時と多分全く同じですね。作ってみた感じの感覚も全く同じでしたし、この部分が塗装されてたりとか、でここの赤いラインの前の方は塗装で、それ以外の赤いラインは全てシールというのも全く同じでしたね。でまあこれもガオファイガの時そうでしたけども、やはり原作に比べると随分ずんぐりした感じになってます。まあ仕方がないですけどね。ではこちらの方も合体事務状態のようにしていきます。でこのロケットブースター部分を根こそぎ取って、これを全て使いません。で、これ真ん中の部分でまっすぐに伸ばします。で、これ多分前と後ろがあるんですよね。多分この腕の外側のパーツがこの上に来てますけども、こっちが多分正面になるので、こういう向きで合体させた方が多分いいと思います。で、説明書の方法ですと、ここのグレーのパーツがこの両側のこの尖ったパーツと連動してるんですけども、これ自体を外して、なおかつここの真ん中のこの膨らんでる部分ですね。この上にスライドして外して差し込むということになるんですけれども、今回の外号もなかなかこれを差し込むクリアランスがギリギリというかきついので、で先端尖ってるもんですから、こうガッて差し込んで怪我するの怖いの で今回はちょっと申し訳ないんですけども、私なりのやり方でもういっそのとここでこのように外して分割した状態でこれを差し込ん で後からこれを差し込むというふうにさせていただきたいと思います。ちょっとその点をご了承ください。でこれで合体準備状態完了ですので一旦置いておきます。そして最後、ドリルガオーがこちら。まあやっぱこれが一番なんかこう作っててもそうでしたし、こう持ってみても安定した感じがあって安心感があるんですよね。やっぱドリルはロマンです。造形もやっぱり、これもガオファイガーの歌とも全く同じような気がするんですよね。この部分塗装もそうです。ではこちらも合体事務状態のようにしていきます。真ん中から分割して、このジョイントは畳んでおきます。で、このドリル部分を倒すとコックピット部分も一緒に連動して動きますので、こんな風に止まるところまでやって、つま先を展開。で、このクローラー部分が、中の方にコの字型のジョイントがあって、外号のつま先を固定するパーツになるものですから、一旦これも外に出して、このように引っ張って斜めに出しておきます。反対側も同様にしますと、こんな感じですね。で、これで合体準備状態が完了なので、一旦こちらに置いておきます。ではいよいよガオガイ号への合体をしていきます。ではまず私の好みで下半身の方からやっていきたいと思うんですけども、先ほど準備しましたドリルガオを、ここに差し込んで、でこの、クローラーの内側にこの字型のジョイントがあるんですけども、それがちょっとここの部分ですね。ここに上からカチャッとはまるんですけれども、これがですね、過去のガオガイガーのミニプラの中でダントツにはまりにくいです。個体差なのかもしれないんですけれども、ガオガイガー、ガオファイガーで、特にこんなジョイントがなくてカチッと余ったジェネシックガオガイガーに比べると、まあ、本当にはまりづらいんですよね。で、今ちょっとカメラで映ってないと思うんですけども、このクローラーの隙間から中のパーツを肉眼で見ながら調整しないとなかなかはまらないです。で、場所を決めて、あ、ここだなと思ったら上からグッと押すと、でカチッといってはまります。反対側も同様に差し込んで、肉眼で、この辺かなっていうのを見ながら上から押し込んで、これではまりました。これでも抜けないですね。で一旦これ立たせておいて、続きましてライナーガオ
まあ、本来の方法とは違うのは、まあ、繰り返しになりますけども、全然私のやり方なのでご了承ください。で、これですね。この上のパーツが手前に来るように差し込んでいきます。これも今回もガオファイガの時と同じなんですけども、結構硬いんですよね、これが。いいよ。はまったまった。で、反対側に突き抜けましたので、こちら側に差し込んでおきます。このクリアランス、もうちょっとなんとかならなかったのかなっていう気が正直しないではないです。で、肩をちょっと怒り肩っぽく上げて、先端部分も上に上げておきます。で、後々出しにくくなるので、もうこの腕の接続のパーツは先にピンセットか何かで下ろしておきます。下ろすとこんな感じですね。ではもう先に手首パーツつけておきます。ここに、左腕。で、こちらに右腕と。こんな感じで。では続きまして背面にステルスガオを合体させますが、先にちょこっとだけ補足しておきますと、先ほどちょろっとだけご紹介したこの台座ですね。これは、この部分にこのような角度で差し込んで、こんな感じで刺さることができます。まあ、結構大きいので、普段、立った状態で飾られるときにはこれ必須だと思います。で、合体ですけども、この両側にあるこの縦軸の穴に、先ほどジョイントパーツつけたこれですね。ここの部分を合体させます。こんな感じ。で、そうしましたら、この、今、万歳してるこの腕というか、まあ腕なんですけども、これを背中側に回します。まあ、これももしかしたら細かい設定とか角度とかあると思うんですけども、もし間違ってたら申し訳ないです。こんな感じで背中に回してウィングを固定。反対側も同様に、こんな感じで腕を回すと。正面から見るとこんな感じですね。で、最後にヘルメットというか頭部を合体させて、各所ポーズを整えてバランスをとってあげれば、ガオガイゴーへの合体完了になります。では合体した状態早速近くのでご覧いただきますけども、もうとにかく持った時のこのボリュームが半端ないですよね。で、今これ支えなしの状態で一応自立はします。若干不安なのでやっぱり後ろの軸はあった方がいいですね。正面のこんな感じ。頭部とかすべて塗装済みおよび色分けのパーツで再現されております。やはりガオガイゴーの、まあ、一番いいところというか特徴的なのはやっぱりこの胸なんですよね。これがガオガイガー系の、動物のライオンの顔でもなく、ガオファイガーのような戦闘機の先端でもなくて、この差し爪、大型戦艦の環境をブリッジようなデザインっていうのがやっぱり目を引くんですよね。後ろから見るとこんな感じで、この爪がやっぱり象徴的です。クリアパーツの輝きはかっこいいと思うんですよね。ボリューム感が半端ないです。まあ、可動はまあ往年のものとほぼ同じですね。膝も。十分に曲がります。足首もボールジョイントで角度も変わります。まあ、腕とかも90度ぐらいまで曲がります。ただまあ、これだけいろんなものがついててボリュームがあるので、あんまりアクティブなポーズは取らせづらいなっていう気がしますね。まあ、これはこの佇まいを楽しむと言ってもいいんじゃないでしょうか。せっかくなので、過去のガオガイガーと一緒に並べてみたいと思います。スーパーミニプラのガオガイガー系のものを4体並べるとこんな感じになります。どいつもこいつも背中の羽がでかいので、うまく並べてみてもどうしても両端が見切れてしまって申し訳ないんですけれども、こうやって見てみても今回のガオガイゴ、ボリュームというか存在感はなかなかのものがありますよね。これはぜひラインナップに並べて飾っておきたいですね。ってな感じでガオガイゴはこんな感じでした。というわけで今回はバンダイさんから発売されておりますスーパーミニプラガオガイゴをご紹介させていただきました。正直、ガイゴーの作成がちょっと大変だったかなっていうのはありましたけれども、それを補ってあまりあるこの圧倒的な存在感、素晴らしいものがあると思います。ガオガイガーファンの方にとっては、やはりガオガイガー、ガオファイガー、ジェネシックガオガイガーと並べて飾っておきたくなる、そんな一品だったと思います。まあ、プレミアムバンダイ限定の商品のものですから、今このタイミングでまだ買えるかどうか、ちょっと調べてないのでわからないんですけれども、ガオガイガーファンの方、もし機会があれば、一度じっくり検討の上、ぜひ購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。
最後までご視聴ありがとうございました。